今回避難指示が出ないまま土石流が発生しました。なぜ避難指示が出なかったのか検証します。熱海市では大規模な土石流が突然起きたことで多くの人が逃げ遅れたとみられます。今回土石流を受けた地域をハザードマップで確認すると、色のついた土砂災害警戒区域に指定されているのが分かります。気象庁も土石流の前日から大雨警戒レベル4に相当する土砂災害警戒情報を熱海市に発表し、警戒を呼びかけていました。しかし土石流が発生するまで熱海市はレベル3の高齢者等避難をレベル4の避難指示に引き上げる判断はしませんでした。この判断について伊豆山地区から避難した住民は、消防隊の方にちょっと避難した方がいいということで、避難してきたんですけども、はい、これレベル4の避難指示が出てたら、なんかこうもうその早く避難所に行ったのにみたいなってことありますか？あ、そうですね、そうなってたら早めに避難はしてきていきましたね、はい。避難指示へと判断を引き上げなかった理由について熱海市の斉藤市長は、昨日の段階で時間雨量約 1ミリがかなり続いていたと思います。その後回復に向かうといった数字を踏まえて判断をさせていただきました。先週末から静岡県内では断続的に雨が降り続きました。しかし土石流が起きた当日の朝は雨は一旦弱まっていたのです。避難指示については、そういった基準は持ってはおりません。で、具体的に我々の方として数値として重視しましたのは、今後の雨量の予測と地中の水分含有量というのがあるんですけども、その2つを主に重視をして、決めたものであります。特にいくつ以上だから必ず出すとかいった基準があるわけではありません。一方、静岡地方気象台は熱海市に対し、雨は弱まりつつあるものの一時的なもので、土砂災害の危険性は高いとして、引き続き厳重な警戒をするよう伝えたと当時の対応について説明していました。しかしその危機感は十分に伝わりませんでした。最終的には私の方で担当機関官と相談しながら判断したものであります。その結果的にではあるんですけども、レベル3ではなくてもう少し高いレベルのものを出しておけばよかったというお考えはないですか？それは全くないとは言えません。それは結果でありますので、こういった災害が起こったことを考えれば、今申し上げたところはあるかと思います。